はい、皆さん、翔太です。この一般的な世代体の秘密や可能性に楽しく紹介させることを持っております。はい、本日なんですけども、腹圧を高める股関節の使い方についてね、紹介させることを持っております。腹圧ってのはね、お腹の中にできる圧で、まあ、それがあることによって、体にパワーが出たりとか、体にバネが出たりとかっていうするね、まあ、結構優秀な機能が腹圧っていうものになるんですけども、これですね、これを高めるための股関節の使い方が実はあります。逆にですね、間違った股関節の使い方をすると、逆に腹圧が抜けてしまって、それによってね、走るスピードが遅くなったりとか、なんか動くときにバネがなくなったりということがなってしまいますので、今回はね、内容しっかり理解していただいて、腹圧をうまく作るためには、どういうふうに股関節を使えばいいか、ここをね、しっかりと押さえていただければと思っております。で、ではですね、前半ですね、こちらのボードで紹介させていただいて、股関節実際に実演で、股関節を使ってね、紹介させていただこうと思いますので、最後までいただければと思っております。では始めていきます。はい、ですね、腹圧を高める股関節の使い方を紹介していこうと思います。どういう風に股関節を使うと腹圧が上がるかっていう話なんですけども、実はですね、2パターンあります。これね、非常に大事なところで、人によって腹圧が高まる股関節の使い方は違う。これね、しっかり押さえていただくのが大事になります。ではですね、2パターンでどういうパターンなのかというと、一つ目が、股関節屈曲タイプ、もも上げをするように股関節を使うと、腹圧がうまく作れるタイプの人とですね。もう一個が、接地パターン。股関節を伸展方向に使うと、腹圧がうまく高まる人がいております。これですね、本当に全く裏表逆なので、例えば、この、接地側の人が、もも上げ方向に動かすと、腹圧入れにくくなりますし、もも上げの側の人は、接地側に使うと、ちょっとやりづらくなっちゃうってことが起こってしまいます。なので、かなり重要なんですね、このタイプ分けっていうのは。でですね、じゃあなんでこんなタイプが分かれるのかっていう話なんですけども、少しだけね、おさらいですね。ちょっと腹圧のおさらいをしていこうと思います。まあ、知ってはるとは知ってあると思うんですけども、一応ね、初めての方もいると思うので、ちょっとだけ腹圧についておさらいするんですけども、腹圧っていうのは、お腹の中にできる腹腔内圧の略ですね。で上側が横隔膜。で、前側が腹筋。後ろ側が背筋ですね。で、骨盤の底側ですね。ボールの底側に当たるのが骨盤底筋群っていう、まあ、小さな筋肉の集まりなんですけども、骨盤底筋になります。で、キーワードになるのは、ここですね。骨盤底筋群の骨盤底筋っていう筋肉が実は腹圧を作る非常にキーワードになっております。では、なんでそれがキーワードになるかと言いますと、ここの筋肉がすごく使えなくなることが多いですよね。このボールを意識していただくといいんですけども、ここがパンクしやすいんですよ。まあ、弱点みたいな感じです。腹筋とか背筋とか横隔膜とかっていうのはね、割としっかりと力入るんですけども、骨盤底筋だけね、負けて落ちちゃうんですね。イメージしていただくとわかるんですけども、例えば上からね、ぐっと横隔膜下がってくる、腹筋力入ってくる、背筋力入ってくると風船がパンパンになって結果的に弱いここからね、パンクして空気が抜けちゃうんですね。こうなると腹圧が入らなくなってしまいますので、この骨盤底筋がまずは腹圧を作るのにキーワードだっていうところですね。まず押さえていただきたいです。でですね、この骨盤底筋、骨盤の底にある筋肉っていうのは、まあ、これこの図ですね。まあ、これ骨盤で、まあ、こっち仙骨側で、こっち恥骨側で、こう前、後ろ、上から見た図になっております。で、概要図なんですけども、この骨盤底筋もこの前寄りと後ろ寄り、使いやすい方っていうのが人によってあります。使いやすい方、例えば前タイプの人はこの辺をうまく使えると腹圧が高まる人ですし、後ろタイプの人はこの後ろ側をうまく使えると高まるっていう形になるので、このあなたのタイプに合わせた骨盤底筋の部分をメインに添えるとうまく動けます。っていうのがまず大事ですね。そしてこの前、後ろと、実はこの最初に紹介させてもらった股関節の屈曲伸展っていうのが非常に連動してきます。ちょっとまとめさせてもらうと、例えば股関節を上げる、もも上げタイプの人っていうのは、この股関節を屈曲方向に動かすっていう動きと、ここですね、骨盤底筋の前側っていうのは非常に相性が良くてですね、大腰筋とか腸腰筋とこの腹圧が高まりやすいタイプになってます。この骨盤底筋の前側とこの屈曲っていうのは相性がいいんですよね。逆に股関節の伸展とこの骨盤底筋の後ろ側、っていうのは非常に相性が良くて、まあ、大臀筋とかね、ハムストリングスと、この骨盤底筋の後ろ側というのが相性が良くてですね、うまく連動しやすいんですよね。なのでですね、人によって骨盤底筋が前側を使うのが得意なタイプの人は、もも上げをするように使ってあげると腹圧が高まりやすくなりますし、骨盤底筋の後ろ側タイプの人は、股関節を設置するより伸展側に使ってあげると
腹圧が高まるって形になってきますので、このタイプがあるっていうのをね、しっかりと知っていただく必要があります。なのでですね、あなたがですね、今のあなたの競技の中で腹圧をうまくコントロールして動きたいと思ったらですね、こういった動きですね、片足で動くとか、まあ走りで言うと走っていくときですね、時に骨盤的前側、股関節を屈曲した方が腹圧が入る人は屈曲を意識して走った方がいいって感じになりますし、接地をした方が腹圧が高まる人は接地をしながら走った方がいいって形になりますので、非常に重要なのはあなたが股関節をどっちに動かすと腹圧が高まるタイプなのか、これを知っておくってのがですね、非常に大切になってきます。はい、ということですね。ではですね、実際にじゃあ股関節ね、タイプ分けの練習ですね、やってみようと思います。はい、ですね、実際にやっていこうと思います。まずやっていただきたいのは、タイプ別に分けるってことですね。じゃあタイプ別に分けるのに、どうやってやるかというと、もうシンプルに、このもも上げの練習でタイプを分けていきます。で、2パターンですね。先ほども紹介させてもらったように、股関節を上げる方向のパターンと、もう一個は設置するパターンでやっていきます。両方とももも上げなんですけども、要は上げる方を意識するか、設置を意識するかって形になっていきます。この2つをやってみて、どっちが腹圧がうまく入るかをチェックしていただくことで、あなたのパターン、タイプが分かれます。なので、まあ、とりあえずね、一旦ね、自分の今の腹圧ね、チェックしてみてください。で、腹圧のチェックの仕方は、まあ、お腹のね、あたりに力がこもってる感じがあるか、ちゃんとここに腹圧が溜まってる感じがあるかっていうのと、あとね、腰の張り感とかね、腹圧が抜けると腰が反ったりとか固まったりしますので、まあ、腰の張り感がどうかなと。まあ、あとね、動いてもらった時の、バネ感ですね、跳ねてもらった時の、バネ感が腹圧が抜けると、こう、ぐしゃ、ぐしゃって詰めたりとか、なんかね、こう、パンクした、風船の上でね、こう、風船、ボールですね。ボールブシャブシャってやってる感じになりますね。その辺でチェックしていただければと思います。ではやっていきます。で、まずは、股関節上げる方のパターンですね。上げる方のパターンはもうシンプルに、股関節をこうやって上げていきましょう。こうやってグーグーって上げていきます。グッ、グッ、グッ、グッって上げてください。で、しっかり股関節でもも上げをしたら、スッと力抜きます。そしたら、どうなるかをチェックします。で、私の場合は、ここの今お腹にね、力が入って、めっちゃね、ここに深く入ってるんですけども、ちょっと腰が張ってきてる感じが、出てきております。で、あとは、跳ねたりとかすると、ちょっと前ももに入って跳ねづらいとか、ちょっと跳ねづらいな、みたいな感じが出てきます。で、うまくいく人は、もも上げをした後の方がバネが出たりとか、腹圧がね、いい位置に入って、動きやすくなったり、もも上げが効きやすくなったりとかってことが起こります。はい。じゃあ、もう一個逆方向ですね。逆の方向は、腹圧を設置する方向でもも上げをしていきます。上げてるんですけども、上げてる側じゃなくて、下に下ろす方を意識して、もも上げをしていきます。こんな感じで。はい。で、スッと下ろしてもらって、チェックすると、腹圧が、今の方が、まあ、しっかりね、こうならないって感じですね。しっかり中に入って、腰の張りが抜けてる感じがあるのと、動いてもらった時に、内転筋とか、もも裏が入りやすくなるので、あ、まあまあまあ、こっちだな、みたいな感じです。はい、ですね。なので、もも上げ側をやった方と、設置をした方と、どっちが単純にね、こうやって跳ねやすくなるかとか、まあ、走りやすくなるかとか、お腹ね、力が抜けない感じがするか、それを調べてもらうことで、あなたが股関節を上げるタイプなのか、下げるタイプなのか、どっちが腹圧が入るのかっていうのが、わかるという形になります。なので、それでそのまま応用していくと、例えば走るときに、足をね、上げる方を意識した方がいいタイプの人と、ちょっと接地を意識した方がいいタイプの人と、出てきたりします。例えば、ボール蹴るときとかも、蹴り足をね、ボーンって蹴る方に行った方がいい人と、ちょっとね、軸足側を意識して、接地側を意識した方が、うまく腹圧が入るタイプの人と、いたりします。この、こういう、ステップワークとかも、股関節を出す方を意識した方が動きやすい人と、接地側を、接地方を意識した方が、いる人と、いたりとかって形で、いろんなね、この動きの中で、接地を意識した方が腹圧入る人、まあ、腰って、まず腰って方、腰とか、この辺を意識した方がいい人と、まず、こうやって上げる方を意識して、動いた方がいい人がいるっていうところで、そこをですね、理解しておいていただいて、あなたに合ったタイプの動き方をすることで、より腹圧をコントロールして動きやすくなるってことをね、まあ、ここをね、知っておいていただければと思っております。もちろんね、自分の、もう競技によって、ね、この自分のタイプとは逆方向に動かざるを得ない時も、もう絶対あるんですよ。やっぱりね、何でもかんでも自分のタイプの都合のいいように動きづらい動きって、まあまあ絶対あるので、まあそこはね、仕方がないとか苦手な動きって形で、ちょっとずつやっていくしかないです。で、もちろんね、骨盤的にも、
例えば前側しか使えない人もですね、ちゃんと前側やっていくと後ろ側も使えるようになってきます。後ろ側も強くなってくると進展方向でも使えるようになったりとか、逆のパターンね、屈曲方向でも使えるようになったりとかってことも起こってきますので、まあ、ベース強くしていただくっていうのもすごく大事になってくるかなと思います。ベースの強く仕方に関してはね、以前の動画で骨盤的な動画作ってますので、概要欄にコメント欄に貼っておきますので、強くしたい方はね、そちらの方もやっていただければと思っております。なので、まあ、他ね、しっかり押さえていただきたいのは、股関節を上げる方と下ろす方で腹圧が張りやすい人、張りにくい人がいますので、そこをね、まずはしっかり把握して、自分の体に合った方法で練習をしていただければと思っております。はい、ということでね、今回は長くまでさせていただこうと思っております。ゆるむ仙台です。Twitter、インスタもやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。で、オンラインスクールも営業してますので、体の秘密がね、もっと知りたいって方はですね、まだ概要欄の方に貼ってますので、オンラインスクールの方ですね、秘密の練習場の方も覗いてみてください。で、ゆるむ仙台、ここはですね、大阪にありますので、もちろん直接来ていただきますね。あなたの体に、即してですね、今何をするとインナーマッスルが作れるようになるのかとか、実際にそのケアうまくいくのかとか、あなたには向いてる向いてないとか、ね、いろんなことがありますので、興味のある方はですね、またぜひ一度大阪までいらしていただければと思っております。はい、ということで、ね、ここから長くまでさせていただこうと思っております。最後までご視聴していただきありがとうございました。